今回はポリマークレーを使ってウッドプレートを作っていきます。厚紙でウッドプレートの型を作り、それに合わせてカッターでくり抜いていきます。柔らかい雰囲気にしたいため、カッターで切った面の角を指を使って取っていきます。続いてエンボスツールなどを使い、ウッドプレートの持ち手に穴を開けていきます。同じツールを使って木製らしく見せるために溝を入れていきましょう。綺麗に入れるのではなく、深さも長さもランダムに入れます。斜めに入れるとより面白い表現ができますね。また今回はベージュのポリマークレーをベースに使っていますが、着色をするので茶系の色であれば何でも大丈夫です。だいたい溝が入れられたので、次は着色をしていきます。私は普段パンパステルを使って着色することが多いです。それはパンパステルの色の種類が多いことと、ポリマークレーに色が乗りやすいことが気に入っている理由になります。今回着色に用意したパンパステルはイエローオーカーシェード、オレンジシェード、バーントシェンナシェードの3色です。それを色の薄いイエローオーカーシェードから順に筆を使って塗っていきました。イエローオーカーシェードを塗る際に意識したことは、黄色みを加えることだから、濃さとしては薄めに全体を塗っています。次はオレンジシェードです。この色が色味のベースとなりますので、他の2色に比べたら濃いめに入れていきます。オレンジシェードを入れると落ち着いた飴色に近づくので、私はとても気に入っています。オレンジシェードを入れ終わった段階でも十分可愛いとは思いますが、より深い味わいを出したいために濃い色を加えます。それが最後の色、バーントシェンナシェードです。この色は濃いので控えめに入れないと他の色が消えてしまうので、注意しながら色をつけていきましょう。使い古された小道具のウッドプレートをイメージしながら汚していくように色を加えていきます。バーントシェンナシェードを加える箇所は角や縁、持ち手や穴を中心に着色をしていきます。ティッシュや紙を使って余分なパンパステルの粉を落とし、少しずつ色を加えていくと、とても可愛いウッドプレートになっていきますよ。バーントシェンナシェードは均等に塗るというよりも強弱をつけて塗っていきます。そのためより入念にどうやって木材は色が変化をしていくのか、経年変化の要素を想像し着色をしていきます。楽しい作業の一つです。またわざと傷や焦げ跡をつけると、遊び心を加えることができるので、作品を作るときはいつもそういった一手間を加えることを心がけています。焼くまでは硬くならないポリマークレーだからこそ、時間をかけて自分が表現したいことをやることができます。それがポリマークレーを好きな理由の一つでもあります。ウッドプレート作りも終わりに近づきました。粘土製だけど木でできたプレートに少しでも見ることができたなら嬉しいです。ポリマークレーを使ってドール向けに小さな植物やこういった植物を植えるための器も手作りしています。また月1回販売会も開催しております。次回の動画もぜひお楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。